今回の動画は、ブレンダーを始めて、1ヶ月ぐらい、経つんですけど、自分でどのくらいまで今、作れるようになったか、おさらい的な意味で動画を作ってみようと思いました。まずは、お皿みたいなのを作りたいと思います。これで、それっぽいものができてればいいんですけど。ちょっとそこが、少し小さいですね。で、スムーズをかけて、これでちょっと滑らかな皿みたいになりました。これにマテリアルで色をつけてレンダリングしたらこのような感じになります。ちょっと透過でレイトレースにしてこの辺を少しいじるか。まだこの辺はあまり分かってなくて闇雲にいじってるんですけど、これで、今、出来上がりとします。
まずは皿1個できました。この間まで結構スピンを多発していろいろ遊んでたのですけど、今はちょっとスピンを 禁じ手にして、次は前面白がって作ってたけど、なかなかうまく作れなかった 3D うんこをスピンなしで作りたいと思います。あ、失敗。まずどうやって作るかな。これも一回皿のようにやってから、うまくいくかな、これで。で、ちょっと絞ります。このくらいがいいのかな。ちょっとできてないな。ちょっと傾斜が極端だな。まあいいか。後で滑らかにすれば。もう一段階あれか。
そろそろあれだな。いいか。この辺で。で、2番目のトグルを。もうちょい絞った方がいいか。もうちょい次で絞った方がいいですか。くらいでいいか。で、次でまた一気に広げる。このぐらいかな。ちょっとでかすぎたな。
からが、酒を結ぶのはどうやるんだったっけ？アルトエム。これでつながったか。あれ、皿と一緒にくっついてしまったのか、これ。一緒に作ってしまったか。あららら。うんちが一緒に。皿とくっついてしまった。まあいいか。あ、もちろん。皿がくっついてたので削除しました。これに今色をつけて、黄金色をつけて。ちょっとこの先の方がそれっぽく見えないな。まあいいか。なんかおかしくなってるの、これ。色がおかしいな。わ、でかすぎ。でかい。でかくて収まりきれない。カメラを移動して。
全然なんか 3D うんこに見えないです。この先っぽのトグロがうまくいかなかったから。なんか餅みたいになればいいんですけどね。お供えみたいになったっす。わあ、すごい。何これ。いい感じになった。おお。ちょっとだけいい感じになりました。チョコレートみたいな。反射しなきゃいいんだけど。あ、これでいいな。光を消すにはどうしたらいいんだろう。
あら。どうなったんだ今。どうやればいいんだろう。なんで運行止まんないんだろうな。ちょっと長くなったので。今回の録画はこの辺で終わろうと思います。